はい、おはようございます。ということで、体重が80キロから下がりませんそんな今日この頃ですが、学生2万5000人が選んだ就職人気ランキングを見ながら、その企業のこととか、その企業のマーケティングのイメージとかを話していこうじゃないかということですね。で、まあこれは、まあ大人も別に見ていいんじゃないかな。全然大人っていうか、その社会人も見ていいと思うけど、まあ主には就活生が見た時に面白いってなったら、まあ、いいかなと。まあそろそろ、就活いつからや普通。4月。まあ、もう始まってる？この辺ぐらいじゃないですか。一般的なのは、うん。だってこの前さ、それこそ、うちのオフィスの近くの商社行って、なんか仕事で行ったんだけど、総合商社に。そしたらもう、その、ロビーフロアとかさ、マジでなんか、なんだろう、スーツ着た女子、女子が大量にいてさ、でスーツ着た女子なんて世の中に存在しないじゃん、就活生以外で、はい、だからこいつらみんな就活なんだろうなって思って、もうキモいとは思わなかったけど、なんかみんな同じやなみたいな、はい、みんな黒髪で後ろで言ってスーツ着て、なんか謎のバッジつけててさ、なんか謎のバッジつけてさ、みんな、へえ、なんなんすかね、よくわかんない、なんか10年前と何も変わってねえなみたいな、なんかこれでなんかイノベーションクソもねえなって思いました。そういうとこだぞはい、ということで東洋経済から引っ張ってます2023年卒の学生が選ぶ行きたい企業ランキングらしいですね。今年の4月入社ってことですか。そうだね。で、なんかまあ多分見るものによっていろいろ違うんで、まあ、これが絶対とは思ってないけど、まあ見ていこうじゃないかということですよ。多分日経しか入ってない気がする。うーん、外資あんのかなこれ。なるほど、入ってないだけ、ちょっとわかんないけど、ナンバーワン、伊藤忠商事。おー、すごいよこれ。男子も女子も文系も理系も1位。へぇー。あ、理系だけちょっと低い。男子も女子も文系も1位。圧倒的ですか。圧倒的ですね、これは。へぇー。伊藤忠、まあいいんじゃない。なんか、伊藤忠ってさ、イメージとしては総合商社じゃん。はい、だけど、この会社マジマーケが上手くてさ、総合商社の中でマーケティングというものの重要性をいち早く理解したのが伊藤忠だよね。この伊藤忠商事そのものにマーケティング力があるかどうかは別として、そのマーケティングというものがビジネスのエッジになるような、その事業体をたくさん抱えてるんだよ、うんうん、それこそアパレルとかね。へえ、アパレルだとどうですか。アパレルだからいろんなブランドやってるの。このアパレルが強いの、まずこいつら。で、最近で言うとさ、フォーエバー21一回潰れて撤退したじゃん、はいはいはい、あれもう一回伊藤忠が買い取って戻してんだよね、日本に。そうなんだ。そう、とかで、多分うまくいくんじゃない。あと、バナナのドールとか。バナナのドール、ドールってバナナ分かんない、バナナのブランドでドール、あー、なんか DOLE とかもやってて、はい、で、それもさることながら、広報がうまくて、要は、なんだろう、結構世の中で言われてることの先取りをしたり逆行ったりみたいなことしながら話題を作って、その外に向けてじゃなくて社員のモチベーションをそれ高めてるんだよね。要は朝8時までに来たら、バナナとおにぎりとなんか軽食みたいなタダであげます。へえ、面白。で、あと8時以降は残業禁止ですとか。そういうのめっちゃ早いタイミングからやってる。はあ、めっちゃ早い。もう俺が入った時だから10年以上前。すごい。とか、あとなんか時価総額を三菱収支を抜きますみたいなのをずっと言ってて、抜いた瞬間に社内でチャイム鳴らすみたいなそういうなんかこうで、そういうのをこうトップの岡藤さんというカリスマがいるんだけど、それがもうすごい外で発信してるのね。あ、でそうするとさ、そういうの発信してるのを社員が見て、俺も頑張ろうってなるわけ。なるほど。そうっていうので結構一枚岩で、ね、強いっすよ。第2位、日本生命。へえ、マジ本当に男子3位、女子5位、文系2位、理系49位。日生ですって。日生って何か分かる？保険じゃないですか。保険だ、がん保険とか、なんとか保険。うん、マーケティングのイメージはないね。ないね。まあそもそも保険ってさ、そのあんまり差別性がない商品なのよ。保険料ってどうやって決まるかって言ったら、例えばがん保険だったら、その大体さ、何々がんになるっていう可能性って年齢で決まってるわけじゃない。年齢と、そのつまりパーセンテージが出るわけよ。29歳男性、酒これぐらい飲む、こういう生活してるだったらどれぐらいがんになるっていうの決まってるわけよ。なるほど、なるほど。で、例えば 1% になりますってなってたら、その 1% になった時に3000万円払うってことはさ、平均してこいつに30万円かかるってことじゃん。確かに。だから保険料が30万円以上取れれば得するし、30万円以下だったら損するみたいな、そういう計算なわけ。ってことは、その会社ごとに
癌になる可能性とかを別々で計算してれば別なんだけど、そこは一緒なのね。でそれ計算したのはアクチュアリーって言って、そういう専門性があるんだけど、統計学があるんだけど、変わらない時点で、日生だろうと、第一生命だろうと、プルデンシャルだろうと、売ってるものは変わらないんだよ。なるほど。ってなると、その何を売るかっていうと、商品じゃなくて、商品を売るようで保険マンを売ってるんだよね。保険パーソンとか保険レイディーを売ってるわけだよ、はい、ってなるのでマーケティング通貨って感じだね。商品のプロモーション通貨、まあ、そこにいる人たちがキラキラだみたいなのはいいと思うんだけど、はい、それも結局ね営業受ける相手だからね。プルデンシャルとかが強いのはそこで、うん、なんなら値段高いんだけど、なんか あまりにその営業マン強すぎて、だから君の大好きなアシナさんもそうだよ、まさにすごすぎてなんか気づいて入っちゃうっていう営業だよね、うん、っていうイメージだけど、まあどうだろうね。まあ、人たくさん採用してるだろうしな。入りやすいみたいな、入りやすいって入りやすくはないと思うけど、日生は。でもそのこれって多分あれでしょ、平均的な学生が行きたいってことでしょ。あ、なるほど。ってなった時に結構こう裾野がすごい広いっていう感じはあるだろうから、それで人気なんだろうね。まあまあ、でも資産運用とかの方行ったら面白いと思う。だってさ、どうやってるかって言ったら、その集めた保険料で資産運用をして増やして戻してるわけ。なるほどなるほど。それがこういったの利益の源泉だから、はいはいはい、そっち行ったら面白いと思うけどね、うん、保険をマジで売るっていうのは俺はやりたくないかな、自分だったら。第3位、大和証券グループ。おお、なんか似たような感じやな男子5位、女子6位、文系5位、理系17位。大和証券、まあいろいろな仕事があるんだけど、証券会社も、はい、まあ、大きく分けるとさ、あのリテールっていう、その俺らみたいな個人に対して売りますよ、うん、証券を売買しますよっていう人たちと、はい、法人に対して証券のやり取りをしますよっていう人たちと、いわゆる投資銀行つってさ、その新しい株を発行したいときにそこのアドバイザリーに入りますよとか、買い取りますよみたいな人たちがいるわけよ、はいはい、でこの大和証券とかっていうのはやっぱリテールが強いわけだよね。強かったっていうか、はい、まあ野村もそうだけど。で、じゃあ現代においてそのリテールってどれくらい重要なのかっていうとさ、ネット証券とかが流行っててさ、要は人件費がかかってないから手数料がほぼないわけ、そっちって。0.0 何パーセントみたいな。一方でこの人たちってのは営業しなきゃいけないからめちゃくちゃ手数料かかるんだね。その代わり頑張って説明するけど。はい、結構ビジネス構造的に厳しいよね。ってなると、じゃあ大和証券は今後リテールじゃなくて法人とか、その投資銀行部門みたいなものを強化しなきゃいけないって多分なってるはずで、はい、でじゃあ投資銀行部門で大和証券が果たして本当にゴールドマンサックスに勝てるのかと。でその何百億円とか何千億円みたいなやつ取引でさ妥協しないじゃん、安いからといってっていう話でね、話になるので、うん、まあ結構まあでもそうだね、まあ、リテールなんだろうな、行きたいんだろうな、うん、なんか見る目ない感あるけどね、就活生いいのこれ、こんなんでこんなんでとか言ったら申し訳ないけどなんか思ってる感じじゃないですか。第4位、東京海上日動火災保険。4位以内に2個さ保険会社が来るってこと、日本大丈夫これ。え、そうなんだ。東京海上日動火災保険、まあ、まあ間違いなくいい会社ですよ、東京マリーンね。いいですけど、いや面白いんかな、面白いんか分からんな。俺の友達で東京海上に行ったやつそんないないんだけど、まあ一人ぐらいいて、そいつは今 Google にいるね。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。まあこれも結局保険の営業やるってなったらやっぱあんまりだよな。多分面白さは、まあまあ海上保険はまあちょっと面白いかもな。うーん、船ってすげえ保険かけんの。大体船賃の 10% 保険代なんだけど。そうなの。だってさ、何千億円のもの積んでるから、それが沈んじゃった時に潰れちゃうの、倒産しちゃう、普通の会社。マーケティングって感じじゃないですね、うん、逆に言うと損害保険の方は多分生命保険よりもプロダクトがコモディティ化してないから、それ生命保険ならガンとかパーセンテージって言ってるじゃん。損害保険ってさ、なるほど、なんかいろんなプロダクトがあり得るよね、はいはいはい、だからなんだそれこそなんだ、うん、例えばさ、なんかライブ、あの晴れじゃないとできないライブに対して雨が降った時の保険とかって別にあり得るよね。なるほど、うん、とかなんかクリスティアノ・ロナウドの右足には200億円の保険がかかってるとかよく言うじゃん。そういうのってもはやそのなんだろう、もう相対取引でやるものだから、そういう保険を開発するとか結構面白いよね。次、はい、丸紅、男子2位、女子20位、文系4位、理系84位。丸紅、
全然イメージない、マーケティングの。マルベニーはねー、まあ、やっぱ総合商社の痛みとして、マルベニーかー、いやーイメージないね。マジでイメージない。なんか住商と同じか住商よりもさらに人気がないイメージ。あの、ま、もうぶっちぎりで伊藤忠ってか三菱商事三井物産伊藤忠がぶっちぎりで人気なの、その商社界隈で。時点で僕らがいた住商がギリギリ、僕がいた住商がギリギリ人気上の方な気もするけど、いや分からない、世間的には丸紅らしいって感じ。そうなんですね。うん、まあ特に女の子の人気、でもこれ見ると男子の方が人気だな。まあ、住商と一緒で、なんか丸紅さんには申し訳ないけど、あのあんまなんかセンスいい感じではない、正直。だからビジネスセンスがちょっと1個低いかな、やっぱトップ商社に比べると。イメージだけどね。すいません、むちゃくちゃ言ってすいません。次、明治グループ。明治、明治製菓、ファルマ。ほん、男子40位、女子2位、文系25位、理系3位。明治だって。なるほど。明治はでも人気かもね。明治乳業とかでしょ。明治の主力製品って何なの？明治 SL スーパーカップ？ああ、あれじゃないですか、チョコとか。ああ、明治ね。明治でちょっと一番売れ筋の商品を調べましょうよ。あ、果汁グミとかね。果汁グミって明治なんだ。カール、アポロン、はいはいはい、スーパーカップ、まあ、あと牛乳、ブルガリアヨーグルト。え、ブルガリア？R1。R1。ああ、なるほど、なるほど。強い。いいですね。あ、ザバス。そうなんだ。あ、ザバスすごいからね。あ、ザバスそうなんすね。あ、ザバス強いからね。あのコンビニのプロテインもそうですね。そう。へえ、すごいね。そう考えるとついにマーケティングカンパニーが出現したって感じね。ランキングの中で。ザバス本当すごいよね。革命でしょ。革命だよ。でさ、もうもはやさ、別にザバスが一番その優れたプロテインだなんて誰も思ってないけど、ザバスってどんどんシェア高めてるんだよね。へえ、そうなんですか。そう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 。だからその俺らみたいなさ、割とコアに筋トレやってるやつってさ、マイプロとか買い始めるじゃん。でもそこのがザバスからスイッチしていく速度よりも、一般民がプロテイン飲んだ方がいいらしいと思っていく速度の方が速いって。へえ、確かに。フィットネス人口ってまだ 3% とかって言いますよね。あ、そんなしかないな。あ、まあ、日本においては。ああ。いやすごいよね。だからザバス広がっていくんじゃない。すごいっすね。 R1 もやってて、ザバスもやってて、うん、R1 とかも毎年話してるからあんまり言わないけど、相当すごいと思うよ、あのマーケティング手腕。小学校と組んでさ、インフルエンザに効きますみたいなのをなんか自分たちの口じゃなくて、なんかその研究成果として出すっていうね。でもなかなかすごいっすよ。いいっすね。次、第8位。嘘、第7位、大日本印刷。いやー、印刷会社、なんで人気なんだろう。男子7位、女子13位、文系11位、理系47位。ちなみにね、大日本はね、あの仕事してました、私。へぇー。P&G 時代のその店頭のツールとかっていうのは、大日本さんと作ってたんで。へぇー。結構ね、強いよ、大日本。あと、パンフレットとか作るってなったら結構大日本強いね。かなりお堅いイメージではある。へぇー。うん。昔ながらって感じ。だけど、なんかそのマーケティング部隊みたいなのちゃんとあるから、はいはい、あのなんかいわゆるその上流とかじゃなくて、本当に店頭のデザインとか、うんうん、パッケージのデザインとか、そういうのはかなり強い。まあ、だから、まあ、マーケティングやりたい人が大日本に行くべきかどうかはちょっとわからないけど、まあ、割といいんじゃないかな。はい、第8位、損保ジャパン。おー、損じゃ。すごいな、保険強くね。めっちゃ人気ですね。めっちゃ人気だな。男子8位、女子8位、文系6位、理系47位。87位。そんじゃ？わかんない。損保ジャパン、損保ジャパンの有名なのといえばやっぱ自動車保険だよ。あ、乗った分だけみたいな。はい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 、じゃない。だ、商品開発を工夫したパターン。第9位、 SMBC 日興証券。証券会社てか、そう、証券会社と保険会社しかないんですけど。10位、博報堂。ついに総保険総合広告代理店。うん、これどんなイメージ？まあなんか電波と言われますけど、うん、なんか個人的にはなんか新しいことをやってるなというか、うん、イメージとして。ああ、そんなイメージあるよね。
電白っていう白鳳堂が作った言葉らしいよ。へぇ、正直電と電以外だったらしいんだけどその頃電と電以外電通か電通じゃないかっていう時代があったんだけど、ずっとさ白鳳堂もあまたある広告代理と一緒になっちゃうじゃない。だからまあ電通には負けていいけど、電通の次には入ろうって。へぇ、まあ、実際2位だったしっていうことで、ね、電か電以外じゃなくて電白かそれ以外にするための採用メッセージとして、まあまあクライアントに対するメッセージでもあったのかもしれないけど、電白って。え、電白って自分たちで言い始めたんですか。そう、え、僕ら電白なんで、外向けに。そう、結構マーケティングうまいよね。強電白っていうのをなんかで聞いて、そうなんだって。すごい、だ白報道が僕らは電通より上いいですとか、僕らこういうクオリティ持ってますじゃなくて、世間的に電白ってイメージをつけるために言い出したらしい。なるほど、うん、それが30年前だった電白でこの10年ぐらい博報堂はそれでその20年ぐらいで勢いをつけて、この10年で博報堂が言ってるのが何だか知ってる？これあんまり世間に広がってないんだけど、電白報道面白くないから、越電っていう言葉を使って越電する社内では結構使われるらしい。へえ、うん、そのアイディア越電してるあれなんか言ってましたね、そうそうそう、越電してる、越電、へえ、面白いそう、電を超える、まず電白で、電白でまず電の金魚の軍作戦をした後に、次についに越電するっていう、なかなかやっぱり優れてますよね。その社内用語いいっす、うん、それ越電してるっていう、やっぱこれがスローガンとかコンセプトの強さだよね。ああ、うん、これもすごいいいと思った。それは越電してる、越電。じゃあちょっと11位以降はさっと言います。11位第一生命、12位三菱商事、13位ソニーミュージックグループ。ソニーじゃなくてソニーミュージックグループなんだ。やっぱヒゲダンディズムのプロモーションしたいとかそういう感じ。ああ、いろいろ言ってますもんね。うん、14三井住友信託銀行。信託銀行なんだ、これ合ってる本当になんか俺の感覚と一致しないんだよ。でも東洋経済がっていうからね。15位みずほフィナンシャルグループ、16位 JR 東日本企画、17位バンダイ、18位みずほ証券、19位集英社、20位味の素。どうですか、なんか50まで読み上げるの辛いぐらいだったで、世の中では保険と金融が人気ってこと？本当なんですか？なんか俺の感覚では人気むしろ落ちてるけどね。なんかしかもなんか現代民とかなんかやりたくなさそうなイメージありますよね。ねえ、その王子的な感覚で言うと今人気なのはどこなの？いやどこなんだろう。なんかでも結構やっぱなんかスタートアップとかベンチャー界隈人気な雰囲気あるじゃないですか。あ、なんかその結構高学歴な人もわかんないですけど、自分が見てる感じだと、まあ、やっぱ多いのはやっぱその商社とか代理店がすごい多いんだろうなと思いますけど、まあ、結構なんかそっちに目を向けてる学生も多いのかなみたいな。だから実はスタートアップとかベンチャーは間違いなく増えてはいるけど、まだまだ全然ごくごく一部なんだろうね。やっぱ自分たちが身を置いてるからさ、そういう人の話よく聞くだけで、はい、世の中のメインストリームからはるか遠いんだよね、まあ、多分はい、じゃあ大企業の中で選びなさいって言われた時に、でも楽天とかじゃないの？あ、それ自分楽天とか。そうだよね、はい、楽天、サイバー、それこそ電通とかももちろん電通、うん、だからなんか俺見て思ったのは、みんな行けるところをすごい書いてるのかなって。え、サントリーって日本ですか？サントリー日本。サントリーも入ってないですもんね。まあだから採用数が少ないからね。あ、サントリーにしてもさ。なるほど。その、まあ、三井商事多いけど、その例えばここに三井不動産とかさ入ってないじゃん、あの三菱地所とか。なるほど。だからその再なんかもとか、なんか鼻からもう慶応以上じゃないと取れないとか世の中的に思われてる、はいはい、じゃあ P&G 入るかって言ったら、まあ、ほぼ採用5人ぐらいしかやってないから、マーケティングにしたら、へえ、まさか入んないよねみたいなそういうのが考慮されてる気がする。確かに。そんなさ、つまんないこと言ってないでさ、どこへでも行けるよって俺は思うけどねどこへでも行けるし、どこ行っても変わんねえし、人生っていう。ああ、そうなんですね。やっぱなんか、まだ王子はそうでもないか、なんかその就活大ごとに捉えてない派。自分はもうどこへでも変わんないかないや、みんなさ、なんか大ごとに捉えすぎじゃない？俺の感覚で言うと、いい会社入っても腐ってるやつはもう腐りきってるしいや、本当に本当に三菱商事だろうが三井物産だろうが住商だろうが、もう腐ってるやつはもう。え、どういうことですか？腐った、もう業務が終わるのを待つだけ。へえー、で、なんか言われたことやってつまんないなとか言って、金曜日の夜を楽しみに待つっていう。それはどんぐらいの割合なのか、裸の。まあでも2割、下2割はそういう感じになっちゃうね、うん、
で、どこの会社でも上2割っていうのはもう優秀だよね。うーん、でそれはその世間的に知られてないような会社さん、はい、でも上2割っていうのはもう全く遜色がないというか、ゴールドマンサックスの上2割と同じぐらい優秀だよね。ほう、いや本当そういうもんなのよ、不思議と。なぜか世の中って働きありの理論ですよ。優秀なやつ100人集めても下20割は働くなくなっちゃうみたいな。一生なんかそれがスパイだよね。そう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 。だから、うん、なんかいい会社に行くってみんなが思ってるほど重要じゃない。いやでも給料もらいたいんでって言うじゃん。もうサラリーマンでもらえる給料なんて変わんねえからマジでマジで変わんねえから本当に変わんない。その金曜日もさ、じゃあその話最後して締めるわ。金曜日もさ、だからそのサラリーマンじゃないような、サラリーマン会社だけどね、人たちと飲んでたわけですよ、大阪で。先週ですか。そう、はい、ロレックスもらいましたいやそれが出てくる。ロレックスもらいましたロレックス、いやいや欲しかったんだよ、はいはいはい、欲しかった。いや買おっかー、いやーって、いやでもなーみたいな、もっといいモデルあるかなーとかさ、さすがにデイトナー高いなーとか思ってたらやっぱくれましたありがとうございます、早瀬さんこれさ、こういうのをいただけるっていうのはさ、やっぱそのまず一つには、まず相手に余裕があるからっていうかね。いや無理だよ、商社で働いてたからな、こんなの。だってもうなんか爆発的に儲けられることなんてないもん、はい、僕らはありえるじゃんそれが、お互いにっていうのがあるし、あとはお互いにその経営者だから、よくしてよくされて、よくしてよくされてみたいなのやってるよね、まあ、僕らも大きな量発注してるしね、まあ、みたいなのがあるわけだけど、そういう人生、そういう人生に比べたらサラリーマンのその最初の給料がどうだっていうのはあんま関係ない。だからワクワク働けることの方がよっぽど大事だと思う。やっぱワクワク働いてればね、なんとでもなるよ。だってそのこれくれた人は中卒っすよ中卒のヤンキーっすよ。いや確かにいやまあ王子も知り合いだからね、はいはい、うん、そうだよ本当に。いやもうキラッキラですよね、なんか眩しい、うん、楽しそうだよね本当に関係ないんだよ。でさ、一社目だって左官屋さんだよ言ってましたねだから関係ないのよ、どこ行ってもどう行ってももう、いや俺本当に彼は優秀だと思ってるしね、っていうことなんで、まあ就職人気ランキングなんてものにとらわれずにね、ぜひ皆さんも頑張ってほしいというふうに思いますよ。もしじゃあ新卒採用してないけど、もし熱意ある方いたらちょっと応募くださいっていうことで応募フォームに応募フォームにお問い合わせくださいっていうことで、じゃあ皆さんよろしくお願いします。じゃあ